リモンスター、をレビューします。本作はナロー界隈を知っている人にとっては大体は知っているだろう作品になりますね。というのも、ナロー系と聞いて大体の人が思い浮かべるであろうストーリーである、ステータスオープンがある異世界に転生してレベルアップしてスキルを覚えてチートハーレムだ、は、本作が走りだからですね。正確にはこれ以前にも同じような作品はあったのですが、本作がネット読者に受けたので初期設定をパクってちょっとだけ変えた、似たようなものを、他の人が再生産したのでナローといえばステータスオープンというやれやれ常識だよが、定着することとなってしまったんですね。有名なのはテンスラとかね、あれって、本作よりも始まったのが後なんですよ。なので実質パクリですね。でもまあ、蘇生乱造された中で結局まともに残ったのは、ミッキーくんのモロパクリのやつと、テンスラくらいっていうのは、これだけでも闇が深いっすね。起用のゴリ押し、ですかね。それでまあ、昔に漫画版を読んだ時はふーん、普通じゃんって感じだったのですが、今読むと、他のがうんこすぎて本作の出来の良さにびっくりだぜ。ナローの平均値が、毎秒下がり続けているという事実を如実に感じましたね。今だと良作の方に入りますね。言わずに、いや知らんけど。まあ、ちゃんと面白くできてますよ。はい、では裏筋から、現代日本にて働くサラリーマンの男は、女の同僚と一緒に飲みに行った帰りに、妹のようなストーカーに刺されてしまったぞ。だが安心、なんと主人公は、様々な強化を施した強化人間であり、さらに刺された場所は腹部であったので、再生医療を施せば傷もなく治すことができるのだ。だがそのストーカーの獲物は、B ランク属性の付与されたすごい系のナイフだったのでそれも叶わず、せっかく得た超能力も発揮できずに絶命してしまったのだ。これは困ったなぁ、内容持ってるだろって、残念。この通りの内容なんだなこれが、まあ多分未来の現代日本ってことなんでしょうけれども、なんだかんだで、転生前にエロエロと設定を加えているのは初期の初期、プロトタイプって感じがしますね。ここからあまたのゴミどもがこれをパクって転生前にエロエロと設定を付け加えて試した結果、最終的には転生前の設定とか別にどうでもいいからさっさと異世界でやらせろという、無駄を削ぎ落とし磨き抜き洗練されたクソに退化していったことを考えると、やはり初期型はこれくらいゴテゴテに装飾をつけていた方が磨きがいもありそうですね。さて現代日本で B ランクの雷属性のナイフで刺された超能力者で強化人間の主人公は、異世界に転生してゴブリンになりましたとさ。ゴブリンは非常に早熟であり、生後3日で小学生サイズ、体も自由に動かせるようになったぞ。よしそれじゃあ、今回の人生こそ、力いっぱい全力で生き抜いてやるぞ。で、出たー。最近はトント効かなくなった異世界転生したから全力で生きるだー。もともとある程度の力を持っていた人間が最弱の存在に転生して、その中で全力で生きる宣言をしたというこれが、ゴミどもに盛大にパクリ散らかされ、現代日本で最底辺のクソ雑魚生命体の自分でも異世界に行けば大活躍できるんだ、という哀れな妄想に転じていった過程に思いを巡らせることができるという点で、まさに原初の輝きであると言えるでしょう。これだけでも十分に個性と言えそうです。まあそんなわけでゴブリンの主人公くんがクソ低知能の射程ゴブリンを連れて狩りをし、王立魔法学園でも定番の一角ウサギを買ったところで第1話終了ですね。という話ですね。おろろ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 ろ本質的なところの、異世界で第二の人生をスタートだ、俺の活躍を見れくれよな、という根本的な俺つ栄養なロー系が持つ空気はきっちりと保持しているので、その点においてのある種のおぞましさはこの時点から搭載していますね。とはいえ、他のゴミどもが作者の存在時点から復讐を放つ出来になっていく一方で、本作の復讐は、ほんのちょっぴり香るくらいの感じなので、相対的にはやはりマシ。上積みと言えますね。ちなみにこの後ですけれども、ついに定番のあれが出てきますよ。そう、あれ、スキルですね。主人公は現代日本で超能力者で強化人間であったわけですが、
それは食べたものの毒性だとか能力だとかを得ることができるという超能力なんですね。つまりこれをパクったのがテンスラですね。やっぱりパクリじゃないか。まあそんなわけで一角ウサギを食していたら実は周辺でもかなり強い系の魔物であり、ゴブリンの女子からも尊敬の眼差しで見られましたとさ。やれやれ、さてそんな感じで魔物を飼ってレベルを上げていけば、存在進化という、ゴブリンよりも上位の種族になれる系の話が出てきたので、とりあえずそれを目指してみる。すると数日でできました。やったね。この簡潔さこそがプロトタイプの特権。確かにこれを見て現代日本でくすぶる底辺どもが、異世界なら数日で世界最強、という妄想に取りつかれ支持するのもわからなくはないですね。まあ言うて、やはり本作はそれでもマシな方ではありますけれどもね。なんだかんだで、上位存在になるまでに数日はかかっていますからね。これが洗練されクソを高めていくと、異世界に転生して1秒で世界最強の魔物を倒してレベルマックスになって俺最強、になりますからね。なんだかんだでプロトタイプらしい控えめさはちゃんとありますね。その後は女ゴブリンちゃんも上位存在になったり全ゴブリンの師匠になったりもして、あとついでに出稼ぎに出ていたゴブリンたちをボコって戦利品の女たちもゲットして、ついでに群れの長に就任することになったりもした。ついでに人間からも惚れられるけれども、まあ些細な問題ですね。後発のゲロカスだと奪った時点で好感度セックスでまた開きますし、結局クソ展開しかねえじゃねえかとなっていそうですけれども、後発のゴミに受け継がれる、叩き台となってしまった現代日本の底辺層が妄想する触媒要素に臭みがあるだけで、話の展開の仕方自体に問題があるわけじゃないんですよね。魔物を狩るにしても、初手最強の相手とかじゃなくて、勝てない相手がいるのを分かった上で、弱めの魔物相手から徐々にステップアップしていくっていう過程は成長要素として見れますし、なんだかんだで人間がゴブリンに惚れたりするのも惚れるに至った原因というものが、ちゃんと描写されていますしね。多少の突飛さはもろちんありますけれども、やはり後発のうんこカスどもが必死こいてパクリに行くだけの、物語としての面白さは、ある程度備わっていますからね。それに世界観もなんだかんだで統一されていて、スキルだとかレベルだとかの概念は特に違和感なく入っていますからね。いや現実で、スキルとかレベルとかなんだよって言われるとナローの9割以上はそんな感じなので、その質問はすなわちナローの否定ですね。否定されるべき存在であることも事実ですが、あと割と世界観はダーク寄りですね。多くの集団を生存競争で皆殺しにしたり、苗床人間がいたりですね。ただ基本的にスキルだとかの概念が入っているものって、それ自体がギャグみたいな側面はあるので、後発の実力がない連中が、本作をパクって書くと、ダーク、大爆笑、みたいな感じになってクソ一直線になるので、ちゃんとダークな世界観でスキルというシュールな笑いをできているのは、ある程度の実力があることを表していますね。実際、後発の作品で多少はまともなのって、スキルとかレベルとかいう笑っちゃうんですよね。軽要素にあえて逆らわず、順当にギャグコメディっぽく仕上げた作品がほとんどですからね。まともじゃないのを思い浮かべると、真面目ぶってうんこ見せつけてるやつでしょ。そういうこと、総評ですが、まさにプロトタイプ、ですね。起源となった作品には起源となるだけのエネルギーが備わっているものであると、その存在をもって我々に示しているものであると教えてくれる作品でしょう。じゃあ最後に漫画家ですけれども、普通にうまいっすね。検索しても本作以外が出てこないので、多分本作が初連載の新人さんでしょうね。まあ言うて、本作は2015年くらいに連載が始まっているので、もう中堅ですけれどもね、7年連載ってやばいっすね。仮に紙雑誌だと普通にレジェンド漫画クラスでしょ。ちなみにスラムダンクが6年くらいの連載期間ですからね。つまりスラムダンクは、本作未満ということです。ちゃんと反省してこれからに活かしていってほしいですね。ちなみに、流されてアイラン島は月刊誌で連載20年を超えているらしいっすよ。つまり3スラムダンク以上ですね。スラムダンクは反省していかなく、と言っても、アイラン島は別として、ナロー系ってクソつまらなくても延々と続くので、今後ほとんどのゴミがスラムダンク以上になるんですよね。
というかなってますね。ジャパニーズ漫画はもうダメかもわからんね。じゃあ俺、存在進化して帰るから、以上です。ほな、また。